完全に曇ってますけれど、ちゃんと紫外線判定してください。べけちった、曇っちゃった。天城高原まで、ね、はい、ビズスカイラインに入りました。天気はね、なんか完全に曇ってますけれど、この雲の上に出られると多分晴れてるんじゃないかと思うんですよね。本当もう真っ白ですね。なんとかこの雲の上に出たい。雲抜け雲抜けって言ってたんですけど、なんか雲がなくなりましたね。どこ行ったんですかね。なんか細い月が見えてます。まあ雲がなくなってくれる分には全然ありがたいんで。おお、なんかめっちゃ晴れてるな。すごい、雲なくなった。よいしょ。蒸し暑いな。あ、ダメかもしれない。北斗七星が見えなくなった。北極星が見えなくなったぞ。あー、これはダメかもしれない。雷鳴ってるよ。やばいかもしれない。雷雲が近寄ってくるようだとちょっと危ないよね。一旦曇ったんですけど、晴れてきたっぽいのでセットアップ進めます。安定して晴れてきたのかな。撮影を始めようと思います。とりあえずオートフォーカスを押さないといけない。よし、OK。じゃあ一旦これで、これだけ合ってるかな。まあいいや。あとフォーカスかけまーす。はぁ、曇っちゃった。ご飯食べよう。ここに雲あります。さっきね、8時半ぐらいから1時間ぐらい晴れてたんですけど、で晴れてたんで準備進めてさあ撮ろうと思って、もう一度空に向けたら雲、まあ、よくある話ですね。でも今のところ雨は降らなさそうなので、とりあえずこのまま晴れるのを待ちますかね。晴れてきたので撮影を始めます。10時か。ではですね、そろそろ Z4 紫外線判定の時間です。お、失敗しやがった。ちゃんと紫外線判定してください。失敗するなよ。1分後にリトライするみたいですね。動かない、ダメかな。オートラン1回止めてプレビューにして、イメージマネジメントでオートランライトで今撮ってたで、こいつで表示させてのゴトよいしょ。あれ、ダメだ。これでもダメか。じゃあちょっと手動で起こすか。もうしょうがない。まあたまにこういうことあるんですよね。
さっきのね、BSD QGSS の方は 4,5,000 判定してくれたんですが、ここら辺までやって、で、もう一回これでイメージマネジメントから、これで、何それ。ちょっと待って、それ困るな。何なんだ、一体。じゃあ一回ホームポジション戻してみる？はい。一旦ホームポジションに戻しました。じゃあもう一回これで。あ、来た来た。やっとこっちが行ってくれましたね。よし、OK。アラミスです。ただいまの時刻は4時20分。もうすっかり明るくなってきましたが、空は完全に曇りました。明け方3時ぐらいにですね、曇り始めて、もうそこからどんどん曇ってくるという感じでしたね。結果的には夜の10時ぐらいから次の日の朝2時半ぐらいまで、4時間ぐらいはしっかり晴れたので、そこそこ素材を集めることができたかなと思っています。今日はね、車中泊の方が結構いらっしゃるので、エンジンかけて内側乾かすわけにもいかないので、皆さん寝てらっしゃるので、なので私もしばらく寝てから、明るくなってから帰ろうかなと思います。お疲れ様でした。眠い。早く片付けよう。